フランソワ・ジョゼフ・ボージオ作、アリスタイオス像。ルーブル美術館アリスタイオスは、ギリシア神話に登場する神。アポローンとキューレーネーの子。カドモスの娘アウトの絵と結婚し、アクタイオーンとマクリスの二人の子を設けた。蜜チの巣箱を作って、養蜂の技術を発明、チーズの製法やオリーブの栽培、圧搾の技術も伝えたとされ、ゼウスやアポローンと並んで、 あるいは彼らの称号として、アルカディア、ケオス島、ボイオーティア、テッサリア、マケドニア、サルディニア、シチリアなどで広く信仰された。ラピテイス族の王、ヒュープセウスとクリガノペイの娘キューレーネーワカリを好み、ある時、ペイリオン山中で、ライオンと遭遇し、組打ちして、これを殺すほどであった。たまたまこれを見た、アポローンは驚いて、ケイローンを呼んで相談した。 ケイローンはアポローンの恋心を見抜き、望み通り、キューレネーを妻とするよう助言した。ケイローンはさらに、キューレネーは身ごもり、生まれてくる子供は、ヘルメイスが受け取り、ホーライトガヤの祝福を受け、ネクタールとアムブロシアを供されて、不死の神となるであろうと予言し、その通りになった。アリスタイオスは、銀、バイカのニュムペーたちから牛乳を凝固させて、 チーズを作る方法や蜜蜂の飼い方、オリーブの育成などを学んだ。さらにアポローンはアリスタイオスをケイローンに預けて養育させ、ムーサイからは、医術と予言を学んだ。成長すると、テッサリア地方のプティアで、羊飼いとなり、ムーサイの仲立ちによって、カドモスとハルモニアの娘アウトのエイトの結婚式を挙げた。二人の間に、アクタイオーンと、 マクリスの一難家めが生まれた。ある時、アリスタイオスは、デルポイから、アポローンの信託を受け、ケオス島に行け。そこでお前は大変な尊敬を受けることになろうと、告げられた。アリスタイオスが、ケオス島に赴くと、この地に、狼聖シリウスが国書をもたらし、薬病が蔓延していた。これは、イーカリオスを暗殺した罪人たちを、島人がかくまっていたためであった。 アリスタイオスは山中に巨大な祭壇を築かせ、ゼウスに生贄を捧げて、罪人たちを処刑した。するとゼウスはこれに応えて、エテシアイの風の神に命じ、40日間涼しい風を送ったので、薬病もやんだ。このことでアリスタイオスは、島人の感謝と尊敬を一心に集め、島では毎年シリウスが空に現れる前に、 ゼウスに捧げ物を供えるようになった。ケオスを去って、テムペイに移った時、アリスタイオスが飼っていたミツバチが病気になって皆、死んでしまった。このことを、母親のキューレネーに相談すると、プローテウスを縛り上げて、ミツバチの病気の理由を聞き出すと良いと助言された。そこでアリスタイオスは、パロス島の洞窟で湖水しているプローテウスを襲った。プローテウスは、 逃げようとして様々に姿を変えたが、アリスタイオスが打ち負かした。プローテウスはミツバチの病気について次のように語った。かつてアリスタイオスはエウリュギ系に恋をしたが、エウリュギ系はオルペウスと結婚したばかりで、アリスタイオスに追い回され、逃れようとして毒蛇に噛まれて死んだ。このため、アリスタイオスはエウリュギ系とオルペウス、 エウルュギ系の仲間のドリュアスたちから恨まれているのが原因であると。これを聞いたアリスタイオスは、まずドリュアスたちに牛の生贄を捧げ、9日後に同じ場所で冥府のエウルュギ系とオルペウスを慰める生贄を捧げた。すると、牛の死体から一群れのバチが飛び立った。新しいミツバチたちを飼育する方法をこの地に伝えたことで、 アルカディア人たちは彼をゼウスとして崇拝した。やがてアリスタイオスは、息子アクタイオーンの王子を悲しむあまり、ボイオーティアの地を疎むようになり、リビアからサルディニアへ渡って、ダイダロスと協力して、土地の開発に従事した。さらに、遠方の島々を訪れ、シチリアでは、オリーブ栽培を伝えた。最後に、トラーキアを訪れ、ディオニューソスの非教会に参加した。ハイモス山の近くに、 アリスタヨン氏を創設したが、その後ハイモスさんの上で書き消すように姿が見えなく、なってしまったと言われる。ありがとうございます。